はい、文からです、今回はですね、こっちのもう一つのジャングルに近い拠点に今来ております。いや、ハロウィンっていうことで敵がね、結構ね、かぼちゃをかぶってて面白い状態が今起きております。で、今回ですね、マインクラフトにはレコードというものがありまして、それをちょっと集めてちょっと聞いてみたいなと思います。レコードを手に入れる条件としては、スポーンブロックの近くにある宝箱か、スケルトンの攻撃によってクリーパーが死んだ時にドロップするということなので、ちょっとそれにね、それをちょっと作っていきたいなと思います。下に掘ろうか。1、2、3、ちょっと、ああ、ちょっとハロウィンしよう。よいしょ。んで、よいしょ。この辺を4段ぐらいちょっと掘っていきましょうかね。こんなもんで、こんなもんでいいね。じゃあこの下も掘って、こんなに上がるのがいいんだけど、で、上がるのが大変なんで階段をつけよう。ここ、うん。そしたら、どのぐらいだろう。いや、もうちょっと掘っとこうかな。一応ね、念のためにちょっと長めに取って、よいしょ。そしたらここに降りてくる状態だから、ここに岩を置いて4ブロックぐらいかな、4ブロックぐらい置いて、ここでしょ？ってことはここ、こうだな、よいしょ。こうして、こうして、ちょっと松明邪魔で、うん、こんな感じでいいかな。そしたら、よいしょ、感圧板を1個作ってここに置くと。で、水をここに流す、よいしょ。で、ガラスをここに、トントントン、あ、なんで、トントントンと置いて、ハーフブロックをここに設置。そしたら次は、トラップドア、トラップドアを作ります。よいしょ。トラップドアを、ちょうどこの水の上、ここらあたりかな、ドンドンと設置してやる。なんだよ。んで、砂岩もうないのか。じゃあブロックでいっか。ブロックをここに置いて、いいね。んで、ってこうだから、ここにブロックを置いて、レバーで閉会できるようにすると、うんうんうん、いい感じじゃないか。ここも一応いらないから塞いどいて、で、あとはここに後ろから敵にやられたら嫌だから、ちょっと家っぽく何か建てとこう。何かを。よいしょ。こんなもんでいいか。お、スケさんいるじゃん。ちょっと、朝になる前にちょっと来てください。寝たい。避けるぜ。撃ってこいよ。スケさん、ちょっと、燃えるよ。早く来て、早く来て。燃える前に。燃える前に来て。そう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 。その穴の辺、穴の辺。そうそうそう、そこにいてくれ。おりゃ痛い。あ、ちょっと違うっす。違うっす。違う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 。スケさん、ここ。ここに入ってほしいんだ。ここ。もうちょっと来て。もうちょっと。そう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 。いや、もうちょっと来てほしい。じゃないと俺。ちょっと雲。こっちこっちこっち。あー、そう。いい。そこにいて。
そこにいてくれ。ちょっと、ナイス、ドン、オッケー。さあ続き続き、よし、ブロック、よし、準備はできてきたぞ。そしたら、こっちに向かって歩いてほしいから、ここにガラスを2、3、4、5個ぐらい置いて、えいえい置いて、こっちは1個短めに、このぐらいでいいか。よし、これで準備はできたぞ。じゃあ、あとはクリーパーさんに来てもらおう。クリーパーさん、クリーパーさん、あ、すいません、あ、こっちです。さあさあさあ、こっちへ。ええ、こっちですよ。そうです、こっちです。こっち来ていただいて、こう曲がってもらっていいです。そうっすね、そうっす、あー、いい感じっす。で入ってもらったら、よいしょ、プカプカ浮いてらっしゃるかな。あれ、なんか登っちゃいけないとこ登ってんな。あ、なんか穴のあれ間違えたかな俺穴のあれ間違えたかな。なんか二人ともちょっと高い位置にいらっしゃるね。あれ、じゃちょっと間違えたな、ですよね。あ、わかったわかった。ちょっとそこ入ってもらって、そこ入ってもらって、で、ここを蓋して、クリーパーさんにはちょっと一回なくなってもらいの、ここのブロックを剥がしの、こうだ。これでいいんだ。もう、もう一回クリーパーさん連れてこなきゃじゃん。さあ、夜になったぞ。実践だ、実践。まず、スケさん、スケさん。スケさん、いないかな。いいですよ。こっちです。あー、でもそっちから来てもらったら困るんで、こっちから来てもらっていいですか。そうですね。あ、こっちです。あ、こっち。あの、こっちです。危ない。あ、クリッパーさん。あ、そうです、こっちです。こう入ってきてもらって、そこにストンと、はあ、ちょっと、ああ、もうなんでそんなことするかな。さあ、もう一回チャレンジだ。まずスケさんか、クリーパー、あ、スケさんいっぱいいるわ。あ、いいぞいいぞ、いいね、いいね、いいね。そこそこ、あ、違う違う違う、スケさんこっち。もう、その穴、この穴に入って、違うんだよな。あ、わかった、ここに看板設置しとけばいいんじゃない。そうだな、看板だ。そこにいて、そこにいてって、おし、ナイス。これでここにブロック、あとクリーパー、クリーパー、クリーパー、クリーパーどこだ？クリーパーさん、こっち、あー、生きてる。はい、オッケー、よし。んで、こっちから入って、クリーパーさんが多分プカプカ浮いてるんで、ここのレバーで、閉じてやると沈む。で、スケさんがこっちに打つ弓矢を打つ。クリーパーに当たる。クリーパーはちょっとなんか、あ、あーってなってる。めっちゃ見てるわこっち。よし、そしたらここにレコードが流れてくる。オッケー。
お、C の418。なんて言うんだろう、ステールっていうんかな、スタル？なんて言うんだろう。まあこの調子でクリーパーさえ見つかれば集まるんだよな。頭に弓刺さってますけど、ちょっとクリーパーが見当たらないので、ちょっとですね、1枚しかまだ手に入ってないんですけど、聞いてみたいなと思います。よいしょ、ジュークボックスは木をこういう風に置いて、真ん中にダイヤをトンと置いてあるとジュークボックスができると。ドンで、この緑のこのキャットってやつは、スポーンブロックの近くの宝箱で手に入るのかな。ちょっと聞いてみます。なんか病む。じゃあさっき手に入れたこの黒いレコード聞いてみようか。ほい、おしゃれだな。おしゃれ。まあこんな感じでですね、十何種類か、レコードがあります。ぜひ皆さんもちょっと手に入れて聞いてみてください。ありがとうございました。かっこいいなこれ。めっちゃ猫見てるわ。チャンネル登録よろしくお願いします。